オキシクリーンでお風呂掃除のレビュー動画詳しくアップしようと思っていたんですが、もうね4ヶ月も経ってしまったので、サクッとリセット動画としてアップしたいと思います。で、準備したものを写真撮ってるんですが、うんってなる方もいると思うので説明しますと、右上のね紫のやつ、長靴なんですけども、私普段洗剤嫌いなので、お風呂はボディーソープとか石鹸系のもの使ったりして洗うことが多くって、なのでバススリッパの必要がないので持ってなくって、この日はですね、オキシクリーンはさすがに肌に悪いだろうということで長靴を履いて掃除しております。で、まずオキシクリーンの選び方も界面活性剤入りとそうでないものとあるんですけども、私は特に環境に配慮して界面活性剤入りではないものを選んだというわけではなくて、年に1回とかなんで、よくモコモコの泡を立ててオキシ漬けとかやってる動画あると思うんですけど、あれをやりたかったのに間違えて界面活性剤の入ってない方を購入しています。なのでね、途中まで気づいてなくて泡が全然立たないと思って、めっちゃ追加してオキシクリーンを入れてます。で、洗い場もねオキシ漬けしたいので、こういうふうにビニール袋に水を入れて栓にしてます。で、これを排水口のとこ置いて、洗い場にもお湯をためてオキシ漬けをしています。で、オキシ漬けするためにはだいたい40度から60度の温度で、やるのが効果的で、60度に近いほど効果が高いというふうに言われています。そしてこれお風呂のドアとかもつけて、椅子とか溝蓋とか全部つけています。そして私は気になっていた風呂釜の、追い炊き機能を使って風呂釜の中も循環何回かさせたんですけど、これについてはお掃除のプロの方がやっぱりね、風呂釜って材質によってはオキシクリーン傷むのでおすすめできませんというふうに言われてます。なのでね、ここはね自己責任でやっています。そしてやっぱりね、お風呂の溝蓋がめっちゃ掃除大変なんですけど、オキシクリーン漬けのおかげで、いつもよりはスルッと汚れが取れたなというふうに思いました。で、全部きれいに洗い流して完了ということなんですが、私ね、この湯船の前面のパネルを外してつけようと思ってたのに忘れてて、オキシクリーンまだ残ってるので、また機会があればやりたいと思っています。ということで、今日はオキシ漬けのリセット動画をアップしました。またね、お掃除動画アップしたいと思います。じゃあ、またねー。